皆さんこんにちは。私たちハニーブランチです。みのりんです。マスロです。ナノカです。アントです。アンディです。よろしくよろしくお願いします。はい、はい、ということでね、ハニーブランチのステージ始めていきたいと思うんですけれども、なんかちょっと様子がおかしいですね。そうですかね。一人多かった気がする、そうですねなんか一人ちょっと頭がでかい人がいるんですけど、いつも私で自己紹介終わるはずなのに、そう変なのがいる、はい、ちょっと梨尾さん何やってるんですか。ちょっと邪魔をしないでもらえますか。そうですよ、大切なステージなので。そう、いやいや、もう完全にね、さっき邪魔してましたよね。そうだよ、ポーズ決めたらさ、うん、そう、そう前にドーンって隠れちゃった私。ミートよくない、いや、1回目のね、12時からのステージでね、ちょっとあの、なんか気に入ってもらったからって調子乗っちゃダメですよ。そうだよ、調子乗るとかなんかそういう成功妨害やめてください本当。いや、でもね、私たちのステージだからね、そうだね、今はね、私たち梨ガールじゃないですからね。そうですよ、さっきまでのちょっとあれと全然違うじゃないですか。ちょっと仕事ですからね。ちょっとちょっと仕事だから、そういうなんかしぶしぶね、応援してるから。そうだよ、そう、応援だからもっと応援してください。まあちょっとじゃあ、はい、梨尾くんはちょっともう、うん、あの梨のね、あ、なんだっけ、梨、全国梨尾計画だっけ、はい、はい、じゃあちょっとその計画をちょっと進行しにちょっとかけてもらっていいですか。やだ、もうちょっと、やだじゃないです、やだ、ただもう出ないでください。これから私たちのステージだから、うん、もうちょっとはけていただきたい。あ、ほら、なんかちっちゃい子寄ってきてくれてるけど何の話を、いきなりお仕事モードちょっとはけていただきたいからぜひ、ちょっと、マシロちゃんとアンコちゃんに、うん、連動してもらおう。梨尾はちょっと置いときましょう。はい、そうですね、はい、ということで、まあ、梨尾をね、まあ、応援してくれるということでね、はい、はい、この時間からね、私たちハニーブランチのステージをね、始めていきたいと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、前であのちっちゃい子をね、うん、見てくれててすごい可愛いんですけど、はい、はい、私たちのことを全然知らない方はたくさんいらっしゃるかと思うんですけれども、うん、はい、ハニーブランチというね、あと、アイドルグループをやらせていただいてるんですけれども、はい、私たちはあの鳥取県をね、はい、拠点に活動しているんですけれども、はい、実はですね、始動したのが9月の20日から、はい、そうなんです、先月からなんですね。そうなんですよね、はい、なのでまだ1ヶ月ぐらいしかね、はい、経ってないんですけど、はい、こうやってね、あの肉フェスのね、楽しい会場にね、呼んでいただくことができてね、はい、本当に嬉しいです。ありがとうございます。はい、はい、なのでね、はい、今日はね、あの肉フェスということでね、はい、大きいイベントなので、はい、まあ、もちろん私たちもね、楽しんでいきたいなと思うんですけど、はい、まあ、何より皆さんにね、はい、楽しんでいただけるように、そうね、はい、はい、ステージしていきたいと思いますので、はい、限られた時間ですが、皆さん最後までよろしくお願いします。はい、ということでね、はい、じゃあ梨尾もね、はい、去っていったので、はい、そうだね、曲にね、移っていこうかなと思います、はいはい、じゃあこの3人でね、かっこいい曲を2曲続けてね、はい、はい、聴いていただこうかなと思いますので、知らない方もね、一緒に手拍子とかして、はいはい、ちっちゃい子も一緒に、はい、盛り上がっていただけたら嬉しいです、はい、それでは聴いてください。
2曲はですね、キピーキャグイトという曲と、はい、マテリアルワールドという曲を2曲連続で聴いていただきました。はい、ありがとうございます。
無事ちょっと撤去してくれて、あ、撤去してくれて、そうですね、もうちょっと骨が折れましたね。そう、苦戦してたようですね。はい、ということでね、あ、すごいちっちゃいダンサーのみんながね集まってくれて嬉しいですね。はい、ということでね、はい、今日はね、やっぱり、まあ、私たちハニーブランチのステージをね、こうやって見ていただいて、たくさんの人に知ってもらいたいなって思ってるんですけど、はいはい、やっぱりね、今日は肉フェスっていうね、お祭りじゃないですか。そうだね。そう、だからこうやってね、ここから見ててもね、はい、すごい美味しそうですね。そう、いっぱい見えるよね。そう、お肉食べた人、はーい、はーい、結構食べてますね。あ、じゃあ、うん、このお昼からビール飲んだ人います。おっ、飲んでますね。はい、いいですね。私たちはね、お酒は飲めないんですけど、そうだね、お肉といえばね、やっぱりビールが合いますからね。はい、うん、そうだね、いいですね。なんか気になる、なんかお肉ありますか？お肉じゃなくてもいいですけど、なんかですね、なんかね、昨日も、うん、回らせていただいたんですけど、うん、まだね、やっぱ回ってきれてなくて、そうだね、まだね、回ってないところがあるので、うん、今日はね、その辺に、ね、一緒に回らせてもらったら、もらえたら嬉しいなと思います。そうだね、はい、アンディはあります？いや、私はもうね、なんと言ってもあそこに見えるね、うん、デザート、うん、あー、デザートなんだ。肉も美味しいけど、ちょっと今日暇当たってるし、そんな寒くないから、うん、デザート食べたいなーっていう。あー、なるほどね。そうだね、うん、なんかだから昨日ね、そう、うん、私たちも一緒に梨尾とね、うん、回ったじゃないですか、はい、その時にやっぱ、うん、あのお店の方とね、お話ししたりして聞、うん、いたんですけど、なんか、うん、結構県外からね。そうだね、そうだ、全国ね、各地からね、うん、こういう美味しそうなね、うん、そう、そうだからね、今ね、ここにね、その全国各地からお肉がね、うん、集まってるわけですよ。そうだね、そう、いやだからね、この3日間ね、うん、本当にね、肉好きの方はね、うん、本当にね、楽しんで、たくさん食べて、たくさんデザートも食べながら、うん、そうですね、スタミナをつけてね、行ってほしいなと思います。そうですね、はい、はい、まあね、そんな感じで私たちもお祭り楽しんでいきたいんですけど、はい、まあ、ぜひね、私たちのこうやってステージね、見てくださって、あの、ちょっとでも気になったっていう方いらっしゃったらね、嬉しいなと思うんですけど、私たちは実はね、あの、本拠地をね、釜石で活動させていただいてるんですよね。はい、そうなんですよ。あのですね、米子市の各番町1丁目にあります高島屋のね、あの、東館の横のアルファビルというところのビルの5階に、あの、ドリームステージパスハニーブランチシアターというね、はいはい、あの、店舗を構えていますので、うんうん、もしね、よろしければ来ていただけると嬉しいですね。そうですね、はい、という感じでね、はい、まあ、いろいろ紹介したわけなんですけれども、うんうん、次の曲にね、行ってみましょうか。はい、はい、次の曲はね、すごいかっこいい曲になってるので、はい、これはね、皆さんぜひね、あの、見ていただきたいなと、はいはい、思います。それでは次の曲聴いてください。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さよならモノクロ青春ラバーズ聞いていただきました。ありがとうございます。はい、はい、この曲はね、うん、結構まあ、前半3曲ね、はい、うん、可愛らしい、可愛らしくてかっこいいみたいな曲だったんですけど、うんうんうん、はい、この曲は割とねちょっとなんか恨みのこもったね、そうそうそう、メッセージ性があるというかね、こんな歌なんだよね。はい、はい、あ、でもすごいロックでね、うん、かっこいい曲なのでね、うん、はい、ちょっとあ、いいかもって思った方もね、うん、いらっしゃるんじゃないかなと、はい、なんですけど、そうですね、まあね、私たちのステージね、うん、残すところあと1曲にねなってしまったんですよね。はい、はい、ということでね、まあ、私たちのこの CD のお話をね、うん、はい、しましょうか。そうですね、はい、さっきね聞いていただいた、うん、さよならモノクロ青春ラバーと、うん、次に歌わせていただくですね、アドバンテージという曲があるんですね、はい、それはですね CD をね出させていただいておりまして、うん、この曲がですね、なんと、はい、スタヤさんの全国メジャーデイリーランキング1位を獲得させていただいた曲なんです。はい、はい、ありがとうございます。はい、そうですね、アドバンテージってね、うん、なんかアドバンテージの意味なんですけど、はい、なんかね、強みとか、うん、長所とか、そういう意味なんですけど、そうそうそう、歌詞の中に、うん、君がいるってこと、その事実だけが僕のアドバンテージになってるんだよっていう歌詞があるんですよ。そうですね、なので、今日ね、応援してくださっている皆さん、うん、今日初めて見てくださった皆さんもね、うん、そう、で私たちの、うん、強み、うん、皆さんがいてくださることが私たちの強くなっていく、はい、アドバンテージになっているという意味なので、皆さんへの、ね、愛を、ね、存分に今日はね、伝えていきたいので、はい、皆さんぜひぜひこれからもハニーブランチ応援していただけると嬉しいです。あ、はい、いや、いいこと言いますね。恥ずかしい。私アドバンテージって英語苦手なんですよね。あ、さすがだなとね思いましたよ今。今日はねやっぱり、ね、こんなね、うん、大きなね、うん、たくさんの方が、来てくださってるイベントに来ていただけたので、うん、本当にねハニーブランチを存分に、はい、アピールして、そうだね、と思いますので、ぜひぜひ名前だけでもね、そうですね、今日ね覚えてくださったら嬉しいなと、嬉しいですね、思います。はい、お願いします。はい、ということでね、はい、じゃあちょっと名残惜しいんですけどね、はい、最後の曲にね、じゃあ私たちの愛を込めてね、皆さんに愛を叫びますのでね、はい、皆さんもよかったらね、はい、はい、愛を伝えてもらえるとね、はい、嬉しいなと思います。それではハニーブランチのステージ最後の曲聴いてください。アドバンテージ。君が好き、君が好き、私の愛を受け取って、君が好き、その答え今聞かせて、ドライブ道の果ての途中には
に聴いていただきました。ありがとうございます。全部でね5曲聴いていただいたわけなんですけれども、はいはい、この後ねあのいろんなねブースを私たちもね、うんうん、回ろうかなと思ってます、はい、でまた3時からね、はい、ステージさせていただこうかなと思ってますので、はい、よかったらねその時も皆さん見に来ていただけたら嬉しいです。はい、